日本航空部隊が朝鮮に示したこの事実は、米英の作戦計画を改変せしめることになり、アメリカの底知れぬ軍需生産力から生み出される航空母艦と航空機が続々と戦列に加わりつつあった。華々しい勝利の1年が終わって1942年8月、南に伸びた日本の侵攻はニューギニアとソロモン群島で阻止された。中んずくガダルカナル島争奪をめぐる数次の海戦によって、海軍における比嘉の勢力はようやく均衡した。